UFO 和尚の言いたい放題。こんにちは。濃尾平野の北の端、岐阜県鏡ヶ原市の里山の園にあります高野山真言宗のお寺、賀了山修学院高家寺の住職北川雄一ことハンドルネーム UFO 和尚です。今回は満足と不満足についてです。前回のこの結婚問題と少し重なってきますので、その続きでもうご覧いただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。現代語で飽きるというと同じことが重なってもういいやと思う心のことですよね。漢字としては嫌になるという飽きるとか、まあ疲れたな、くたびれたなというようなこの倦怠感の倦という文字を用いる飽きるなどとして表すこともありますが、実際に最もよく使う飽きるというのはこの方という字ですね。この漢字を使う飽きるということが多いと思います。この方という漢字はもともとは満足するという意味なので、あれって思いませんか。そこで実際に古語辞典、古い言葉のね、古語辞典を引いてみますと、悪というのは十分満足するとか満ち足りるという言葉で用いられたそうです。ところが江戸時代になってきますと、満足するという意味がだんだん薄れ出していって、江戸時代末期にはもうすでに満足するという意味がほとんどなくなって、今の私たちが用いているのと同じように、まあ、嫌になるという意味へと変化していったようです。人は満足すると飽きてしまうということなんでしょうかね。頂上に登り詰めるとそこを維持することはとても難しく、下り坂へと向かうのが普通です。満足してしまうともう不要になるということなのかもしれませんね。まあちょっと俗語ですけど、あまりいい言葉じゃありませんが、釣った魚に餌をやらないなどという言葉が、まあ、こんなところから来ているのかもしれません。まあ、ごめんなさい、あまりいい例ではなかったんですけど、そのことについてお詫び申し上げます。何が言いたいかと言いますとね、満足すると人は堕落していくということなんですよ。例えばどんな組織でも一人では動かしにくいものを何人かの力が揃えば動かしやすいから、組織というものが最初は作られていったと思うんですよね。ところが人はそれに満足し始めると次の欲望を起こしてしまい、本来何を求めていたのかを忘れてしまって、組織内の権力争いや事務方による支配のような本末逆転劇が起きがちです。私もそれで痛い目をしたことがあります。ですから私は正直言って組織というのが苦手です。それは本来の目的と全く異なったものへと変化しやすいからですね。満足することの危険性、本当にすごく感じています。何でもそうですけれども、ちょっと足らないなというところぐらいがポジション的にはいいのかもしれません。その場合は本来の目的を忘れずに飽きることもなく追求していけるからなんでしょうね。いや、究極のゴールなどというものはなく、どんな道も永遠に続く深淵があるんだ。だからこそ何事も追求していく、今よりも先に進んでいこうとする、そうした考え方が大切なのだろうと思います。真言密教はゴールを目指す教えではありません。悟りを目指す教えではなく、すでに自分たちが悟りの中にいるんだ、悟りの海の中にいるんだ、しかしその悟りの海の深淵はどこまでも深く永久に追求し続けることができる世界なんだ、これが密教なんですよ。そういう意味ではね、飽きることがもうないんですね。謙虚と呼ばれている上座部や密教以外の大乗仏教は悟りというものがゴールだと思っている、そういう傾向があります。それを考えてみますと、前回のビデオでお話しました恋愛にも似ているような感じもしないことはありません。悟りというのを恋愛に置き換えてみますとね、恋愛のゴールとしての結婚、悟りのゴール、これが謙虚の教えでしょうか。恋愛を深めていく結婚後、これが密教かなと思います。なぜならば結婚後も
追求していくとはずっとあり得るんだ、いやむしろそこで深めていくんだ、密教の教えもゴールに到達するというよりも今の自分よりもより深みを増していくっていう、そういう考え方なんですよね。満足することを求めるのはある意味貪欲という根本煩悩と連なっているのかもしれませんね。知足、まあ、樽を知ると言いますけど、本当は知足さえも煩悩であって、大切なものは自分自身というものを、人としての在り方をどこまでもどこまでも深めていく、ここにこそ大切なものがあるように感じます。密教はまさにそうした教えなんです。今日は満足、不満足、飽きるということと、悟りを目指すと悟りの深みを目指すということについてのお話をさせていただきました。ありがとうございます。